さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。新型コロナウイルスの影響で、レギュラーシーズンが中止となり、また 3x3 のオリンピック選考会が延期になるなど、プレイオフを含めて今後どのようになっていくかわからない面があり、心配な面もありますが、自分自身は行く末を見守ることしかできないので、歯がゆい面も正直ありますが、いずれにしてもいい方向に向かってほしいと思っています。前回はレギュラーシーズンが終了して、確定した順位とプレイオフのトーナメント表を見てきましたが、今回はレギュラーシーズンが終了したということで、確定したリーダーズを見ていきたいと思います。2019、2020、第21回 W リーグのリーダーズは次の通りです。まず、得点部門で1位に輝いた選手は、JX エノスの渡嘉敷来夢選手です。昨年はデンソーの高田選手が受賞した得点部門ですが、今シーズンは見事に返り咲きました。今シーズンも JX エノスの攻撃陣を支えていました。続いてはアシスト部門で1位に輝いた選手は、富士通の町田瑠唯選手です。町田選手はアシスト部門3年連続で1位に輝きました。自らも積極的に得点を取りに行くスタイルへと変わってきている町田選手ですが、やはりアシスト面でも素晴らしい数字を叩き出しているのがよくわかる結果でした。続いてはリバウンド部門の1位に輝いた選手は、デンソーの高田真希選手です。高田選手はリバウンド部門5年連続で1位とさすがの結果でした。代表でもチームでも中心の高田選手ですが、得点面だけでなくリバウンドなど多くの面でチームの支柱になっています。献身的な姿勢がこの数字に表れていると思います。続いてはスティール部門の1位に輝いた選手は、三菱電機の渡辺彩選手です。昨シーズンは受賞できませんでしたが、今シーズンは見事返り咲きました。で、渡辺選手といったら常に隙を伺っているような積極的なディフェンスが印象的です。今シーズンもそのディフェンスで見事1位に輝きました。続いてブロックショット部門で1位に輝いた選手は、シャンソンの石川愛選手です。実はスティール部門でも2位にランクされている石川選手ですが、183センチとサイズがありながら非常に動きのいい選手。高卒2年目の選手ですが、今後が非常に楽しみな選手です。続いてフィールドゴール成功率部門で1位に輝いた選手は、JX エノスの渡嘉敷来夢選手です。得点部門とのダブル受賞。渡嘉敷選手はこの部門7回目の1位とさすがの成績でした。続いて3ポイントシュート成功率部門で1位に輝いた選手は、愛心 AW の梅木千夏選手です。高卒ルーキーの梅木選手が1位になるというのは、すごく驚きました。で、唯一 50% を超える成功率をマークし、堂々の1位です。来シーズン以降マークが厳しくなるとは思いますが、今後が非常に楽しみな選手の一人です。最後のフリースロー成功率部門で1位に輝いた選手は、デンソーの赤穂さくら選手です。デンソーで高田選手と共にインサイドを支えている赤穂さくら選手。で、ファールを受けやすいポジションで精度の高いフリースローを放てるということで、チームにとっては非常に助かる選手です。で、今シーズンもフリースローで勝敗を分けた試合も多々ありましたが、その部分で確実に得点してくれる赤穂さくら選手はさすがです。ということで、現時点で確定しているリーダーズを見てきました。その他のタイトルに関しては、プレイオフ終了後になりますが、ルーキーオブザイヤーの最有力は、やはり、トヨタ紡織の東堂選手だと思います。で、今シーズンの活躍は鮮烈でしたし、フル代表の候補にもなったので、受賞が確実かなとも思います。対抗は同じトヨタ紡織の斉藤選手や、ICAW の梅木選手、山梨の若原選手などが上がってくると思います。その他では、ベストディフェンダー部門で言うと、個人的には三菱電機の渡辺選手が昨年に続いて有力なのかなという印象。で、今シーズンはスティール部門でも1位ですので、その辺がどう影響するか。また、ベストシックスマン部門では個人的には愛心 AW の梅木選手を推したいかなという印象です。JX エノスの吉田選手が昨年受賞しているこの部門ですが、高卒で3ポイント1位になっていますし、ルーキーオブザイヤーは厳しいかもしれませんが、ベストシックスマンとしてなら可能性があるかなという印象です。完全に個人的な予想ではありますが、このように予想してみるのも楽しいと思います。レギュラーシーズンは終わってしまいましたが、まだまだ色々な面でダブルリーグを楽しんでもらえたらなと思っています。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。
次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。